んばんは、なべちです。さあ、今日のオープニング、ちょっとした変化に2つありましたね。1つは、縦スクロール正解です。サイバーさんのおっしゃる通りです。確かに変わってる。20トンブレーキマンさん、そうです、変わりましたね。1箇所はサイバーさんのおっしゃった縦スクロール、そしてそのすぐ前にたぬき坊やさんがおっしゃった吹き出し、うまいですね。そうです、吹き出しを入れてみました。いかがでしたでしょうか。というわけで、こんばんは、なべちカーツ3のお時間がやってまいりました。火曜の夜23時にゆるっとドライブ、びっくりしました。オープニング前からもう26人の皆さんがお待ちいただいております。本当にありがとうございます。さあ、それではいよいよ政令施行まで40日になりました。熊本市上熊本からの生配信でございます。ちょっと失礼しますね。下向きすぎたものでちょっと、角度を調整させていただきました。はい、スクロールとフー正解です。見逃した方、フーを打つのにこうね、見逃してしまった方はまたアーカイブでご覧いただきたいと思います。あ、ミールさんこんばんは、ようこそお越しくださいました。ちょっと上すぎたな。このちょうどいいところをね、事前にやっとかないところがこのナベチカツ3のクオリティの低いところでございます。もう一回見たい、2時間後によろしくお願いしたいと思います。はい、その他もろもろのスタッフロールが縦方向に、そうです、縦方向にですね、こんばんかーということでね、コーヒーニックさんが意外と使ってなかったこんばんかーというですね、ご挨拶ありがとうございます。こんばんは、先週の配信見れませんでしたが、先ほど YouTube で予告動画拝見しました。おこば駅によるスーパーひとしくん、不思議発見ですね。ベイベイですね。ムイカさんもふぅ、サイバさんふぅ、ジョバトカさんふぅ、アイリンさんもふぅ、タヌキ坊やさん、連続テレビ小説カーネーション主演オートマチック、確かにオートマチックのスイフトでございます。やっぱりなんか上だな、この辺か。うん、この辺でちょうどいいですね。はい、というわけで、こういう調整をね、もうちょっと早くやれっちゅう話です。フーを打つのに夢中で気づかないでしょ。2時間後に、アーカイブアップしますので交互期待でございます。さあ、28人目さんご覧いただくフォー、それは HG さんですね。曲がるうさぎさん、配信中 WiiU ストリーム番組情報ありがとうございます。先週も、言っていただきました、ありがとうございました。コーヒーニックさんはこんな感じでしょうか。お疲れのところ本当にありがとうございます。さあ、それでは早速参りましょうか。ナベッチカーツ3なんですけれども、今日は3本用意しております。カーツ3ニュースからスタートしていきましょう。まずはこちらのニュースです。まさかのユーストトップ2週連続掲載ということで、実はですね、先週またも番組放送中、まあ、最後の方だったんですけれども、トップに乗ってしまいましたということもありまして、また瞬間最高記録を更新してしまいました。こちらです。瞬間最高220人を記録することができました。本当にありがとうございました。もうありがとうございました。今も29人の皆さんがご覧いただいておりますけれども、もう雲の上の人に、クモ G です。違うか。ニジトムレギュラーさん、ナベッチの頭、顔に光のコントラストが。はい、という感じでしょうかね。はい、たまにここの光を浴びてね、今も明るくなりましたね。はい、ということでございますけれども、大丈夫です。雲の上の人ではありません。はい、ちゃんと地上に足をつけまして、ふわふわしておりますけれどもね、220人の皆さんが前回ご覧いただきまして本当にありがとうございました。ジョーマットカイさんからも220人おめでとうございますということでね、パチパチいただいております。コーヒーニックさん、アイリンさん、ありがとうございます。もうお一人お一人のおかげです。今日もね、30人近い方が本当にご覧いただきました、ありがとうございました。サイバーさん、ユーストでテレビで高視聴率続出の熊本、そうですね、熊本城マラソン、RKK 熊本放送がスタートあたりをこうね、中継されてましたけども、すごいですね。選挙率といいまして、その時間にテレビの見てた人、だってテレビを見てた人が、何割ぐらい見てたかっていうので、なんと 59% ぐらいだったかなの方が見てて、で、平均視聴率も36ぐらいだったかな。だから、まあ、去年の、
1年間の関東地区のテレビの視聴率ベスト10の中に入っちゃうぐらい、まあ、もちろん関東と熊本でまたちょっと違うところもあると思うんですけども、熊本城マラソンがなんと 35% 超えということでですね、瞬間最高視聴者の紙フジテレビの社内に貼ってありそうなれ、そうです、それをイメージしました。はい、ありがとうございました。3週連続いくかな、今日はさすがにないと思います。あの本当に偶然が重なって重なってという感じだったので、あの先週はですね、なんか、もともとバカリズムさんの配信が載ってたらしいんですけど、急に帯域が悪くなって切れて、で、ユーストリーム側でこう探しててこっちになんか会っちゃったらしいというですね、そういうことだったらしいです。目指せスポンサー獲得というところでしょうかね。すみのりさん、こんばんは、ようこそ。というわけでね、3桁は夢の数字、ユースト番組は熊本がキー局になりつつ、それいいですね、熊本にユーストの拠点、ちょっと嬉しい話ではありますね。シュートが来る前にこっちに来るかもしれないっていう感じがしますね。部長、ここにいい洗剤が、ってですね、こんばんは、ただいま着席しましたというおっしゃるのは師匠さんです。ようこそお越しくださいました。2週連続の張り紙更新、そういうことになりますね。ありがとうございました。つみのりさん、大阪でいう御堂筋パレードリレー中継みたいな豪華なリレー中継、まあそういうことですね。その後 TKU テレビ熊本も、中継をしましたけども、そちらもですね結構いい数字を取ったようでして、本当にね、あの中継の技術はすごいなっていう感じがしました。あの RKK の方もね、30キロロードレースの方は普通のカメラで、そして、熊本城マラソンの先頭ランナーの方はどうやらなんかこうちょっとね、回線が多分ドコモの回線でも使ってたんでしょうね、そんな感じがします。ツイバスの乗車パスも飾ってもらう、そうなんです、気づきましたね。実は数瞬間前からあのツイバスの翌週から飾ってたんですよ、実はね。はい、気づいていただいてありがとうございます。確かに熊本城マラソンはあのコースを知ってしまうと見たくなるでしょう。はい、アイリーさん、タレントが一人でやるユーストはここしかないです。いや、そんなことないです。他にもいっぱいありますよ。まあ、いろいろ探してみてください。はい。稲城さん、裏事情は Facebook でということでございますね。はい。ということでございました。一本目のニュース、本当に皆さんに感謝感謝のニュースでございました。瞬間最高220人、先週本当にご覧いただきましてありがとうございました。あのカーツー3の今のところ最高記録です。はい、これを抜く日はいつ訪れるのか分かりませんけれどもね、まあ、あの数字以上に愛される番組になれればなというふうに思っております。本当にありがとうございました。マックンさん、司のゆうさんの向こうを張って、杖立温泉をスポンサーに角が立つようなことはしないようにしたいと思います。角が立ってしまわれたという感じですね。鹿児島まで走ってきてほしいです。あの鹿児島も必ず行きます。九州各県今年は確実にどこかしら1回ずつは行くと思いますので、交互期待でございます。今年は結構ガソリン代を使うことになりそうです。はい、では2本目参りましょう。政令市移行の準備着々、東と西の区役所が完成しました。熊本の政令市都市移行はオープニングでもお話しました通り40日です。あと40日で政令指定都市に移行するわけなんですけれども、中央区の区役所は今までの熊本市役所、北区の区役所はこれまでの植木総合支所、南区の区役所はこれまでの富合の総合支所で、西と東については、まあ、厳密に言うと西は新設というよりもこの増設といったところなんですけども、西部市民センターに、横付けって言ったらなんか変な言い方ですね、を増設しまして、そこを西区役所にします。で、東の区役所というのがこちらが本当に、土地を購入して、ゼロから作るというところですね。熊本の東警察署だったり税務署の、駐車場の跡地だったかな、なんかそのあたりだったそうです、けれども、その2つの区役所が完成しました。で、東の区役所はね、なかなかこの上の、 あの1番住民課とかこう書いてあるあのデザインもなかなか素敵なデザインなんですよ。
で僕の、 あの管轄となります、僕の管轄って言ったらなんか僕が区長みたいな言い方ですけど、西の区役所、これがね、あの一住民課とかっていうのがねちょっとダサいんですよねこれあの意見が個人差がありますけれども、東の区役所の方がとっても、デザインも凝ってていいなーなんて思うんですけどね。はい、アイリンさん、北の南は、あ、北と南はあるんだ、そうですそうです、ザカさんこんばんは、今日も途中までになると思いますが、あ、こちらこそよろしくお願いいたします。マコさんの感動的ゴールとその一方万歳なしよになってしまった某企画、そうですね、まあまあそうですね。はい、ミールさん本当鹿児島の時は待ってます、マジ、鹿児島のどこに行くかはまだちょっとシークレットなんですけどね、今週末は東京、そうですね、ヒルナンデスあたりでね、予備対抗でこの、東京マラソン走るんですみたいな企画やってますけどね、さあ誰が優勝するのかなんていうところもちょっと気になるところであります。山中さんこんばんは、愛してますよ、なんか錦野明みたいなこと言いますね、ありがとうございます。34人の皆さんご覧いただいております。なんか味気ないネーミングですよね、熊本資格、そうなんですよ、僕もあの本当はね、あのそのカックに頭に城がつくような形で城南区、城西区、城東区、城北区、そして、中央区か、この5つになってくれればよかったなと思うんですけど、ちょっとそれはさすがにもっとね書きやすい方、その覚えやすい方ということで、選ばれたようですね。まあ、ちょうどそのね中央のそのお城を挟んで4つの区が囲んでいるという状態ですね。まあいい配置だったかとは思いますけども、ただなおちょっとね、なんでここが西区なんだろうっていうところはちょっと、納得いかないところは多々あります。はい、というわけで東と西の区役所、そのうち西の区役所についてはもう来週その姿をちらっとお届けする予定でございます。乞うご期待でございます。さあ続いて3本目の23ニュースはこちらです。熊本城マラソンの裏で4時間ラジオ生放送、その後熊本に戻らず小国で温泉三昧、いっそ、東西南北なら、白髪中を組み合わせロン違う感じ、斬新すぎる久米山、そうですね、ありましたね、銀南区とかですね、なんかそういうのもありましたね。曲がるうさぎさん、福岡市城南区に住んでいました、福岡に城があったのかな、城南、確かにありますね、城南区ありますね、でも他は全部、中央区と佐原区と西区と、東区もありますかね、うん、博多区までですね、そう、城がつくのは城南区だけっていうですね、何だったんでしょうね。熊本の方角だけの区名に対して仙台市の方角を入れていない区名は、ああ青葉区ね、いろいろありますよね。最近の政令区は本当にネーミングセンスがない気がしますね。意見には個人差があります。まあそうですね、京都市は北区、南区、東山区、西京区、西京区でいいんですかね、確かにね、はい、ということでございました。さあ3本目なんですけども、熊本城マラソンの裏で4時間ラジオ生放送、そうです、サンデーユーステーションを、放送しておりまして、その中でもですね、もう今日は仕方ないと、熊本城マラソンの話題を、そうですね、まあ4時間のうち6割7割ぐらいはお話ししてたかと思います。それにちなんだこう曲を選んだりとかですねしてはおりましたけれども、さあこのサンデーユーステーション2時に放送終了で、まあ、その後撤収作業をして、だいたい2時半ぐらいにいつも撤収が終わって帰るんですけれども、2時半になると、それから帰るとおそらく熊本市内はえらいこと渋滞があって、うちに帰り作るのが西行区、失礼しました、西行区ですね、東京都の西行区です、失礼しました、えらいこと時間かかるんじゃないかと思ったので、まあ実際にはそうでもなかったらしいんですけれども、あ、鈴鹿さん小国の温泉私も連れてって、あ、ようこそ鈴鹿さん、カーツ3には初めてのツイートじゃないですか、ありがとうございます。コーヒーニックさんは青葉、泉、若林、宮城の大白、あ、そうですね、仙台はそうですね、うん、こういうなんかこう個性のあるネーミングも良かったんじゃないかなと思うんですよね。はい、というわけで温泉三昧ということで、使ってまいりました。その温泉に行く前にナベッチが、まあ、メインになって6回目か7回目にして ようやくスタッフのみんなと、食事に行きました。
こちらでした。いやうまかったなこれ。Uステーションのすぐ近くにあります、国技館じゃないんですけども両国というですね、お店に行きまして、このうどんを食してまいりました。真ん中にね卵がありますので、そうです月見うどんをいただいてまいりましたけども、本当に美味しかった。もう腰があってね、一本一本手打ちなんですよこれ。素晴らしいですよね。でしかもそこでなぜか Wi-Fi が入ったっていうですね、その店がWi-Fi つけてたわけじゃないと思うんですけれども、お父さんのマークが出てきてですね、しっかりとソフトバンクつながりました。その近くのどこかのお店から Wi-Fi が飛んできてたようです。ありがとうございました。さあ西京区なんですね、失礼しました。稲潤さん、3号線すっかすからしいですね。ゴール地点のもうほんの数百メートルが、ちょこっと混んだ程度で、熊本市民がみんなね協力してくれて、だから繁華街もそのランナーがもう通り抜けた後は本当に閑散としていたらしいです。まあ、それはそれで問題じゃないかというところもあるんですけどね。西鍋っち、あ、そうですね、西鍋っち山、失礼しました。卵がうまそう、エコージュルル、そうでしょ、美味しそうですね。おー、うどん、目のたくサリム、うどん食べたいよ、でしょ。はい、カー23でこの食べ物を出すっていうのはなかなかないんですけれどもね、こういったね、ところ行ってまいりました。ちょうど387号線と212号線の交差点のすぐもう角のところです。角にうどんに飛び込んだ、はい、というところでございますね。うどん食べたいよでしょ、食べたくなっちゃうんですよね。はい、あまり目の毒ストリームを続けていくわけにもいけませんので、次の絵に行きましょう。千葉市は中央区、美浜区、花見川区、稲毛区、若葉区、緑区だそうですね。これも個性があっていいですよね、羨ましい。美味しそうなうどんだな、ジュルルルル、くもみみたいですね。はい、でそのうどんを食べた後は、スタッフたちと別れましてこの場所に行きました。カロのうろん、石炭に朝ダメですね。はい、A6 助さんです。はい、というわけでこちらのその後は杖立温泉にやってまいりました。杖立温泉のFacebook でつながっている方にはですね、お知らせしたんですけども、こちらです。ミヤネ屋ならぬ泉屋、熊本県民の皆さんはですね、泉屋というと家具仏壇っていう感じがすると思うんですけども、違います。これ温泉旅館であり、立ち寄り湯としても、入ることができます泉屋ですね。さっきの仙台の泉区と同じく、泉ですね。はい、泉屋に行ってまいりました。いやー気持ちよかった。ちょうどこの辺りに着いたのが午後4時ぐらいだったかと思うんですけども、4時ぐらいになって入りまして、で日曜日の午後4時といえばもうチェックアウトされてるわけで、だいぶ空いてまして、まあ、地元の方だったり、あるいは小国が地元で今は熊本市内に住んでるっていう60代か70代ぐらいのおじい様とお風呂の中でですね、裸の付き合いしてまいりました。いや本当にいろいろとお話いただきましてですね、兄ちゃん小国杉で家を建てなよなんていう話になりました。ああそうですかなんていう話をですね、20分ぐらいしておりましたら、だんだんのぼせてきて、まだ話終わらないのかなとか思いながらですね、でもとってもいい話をいただきました。本当にありがとうございました。コンスタントに40人前後のストリーム、ありがとうございます。合計視聴数も58人まで来ております。37人の皆さんが現在ご覧いただいております。この泉屋でお風呂に浸かりましてですね、ゆっくりと、お風呂楽しませていただきました。チェックインじゃないですか、いや日曜日のもう4時ですから、もうほとんどの人はその観光客も帰ってる時間帯なんですね。ですのでチェックアウトしているというそういう感じでございます。で遠くへ行きたいみたいな感じの写真はこちら、いいですね、情緒がありますね。この、杖立温泉、人がほとんどいませんでした。もう皆さん帰った後なんでしょうね。この杖立温泉、杖立川の周りをこう歩いておりましたらですね、ほとんど人がいなかったんですね。今日はバス23ですね。あ、なるほどね、バスですね、 TH、 下をこうね、歯の後ろにつけるバス23ですね。はい、じゃないですよ。杖立川のほとりで
ね、考えにふけるナベッチ。そしてその杖立川にはアヒル4羽いましたね。とっても可愛らしい光景でございました。小国杉で家が建つ by 星セントルイス。なるほど、古くからのね、漫才ファンならわかるかと思いますね。そしてその杖立川の上に架かる橋の一つ、これがもみじ橋というんですけれども、上の方をご覧いただきますと、こうずらーっといっぱいね、絵馬のようなものが掲げてあります。掲げてあるとか吊るされてありますけれども、旅人渡辺大輔、行楽地なのに休みの雰囲気。なるほど、ここで週末にカメラ構えてたら鍋っちの熱愛写真が撮れるんですね。横に誰もいなかったのがちょっと残念だったんですけどね。これも自画撮りですよ。はい。で、熱愛になったらぜひこのもみじ橋にですね、僕も絵馬をかけたいなと思うんです。で、その一番最初のところにはですね、こんなものがありました。頑張ろう日本、一日も早く平凡で普通の暮らしができる日が来ますように、子供に夢と希望を。いいですね。これがあの橋の一番前のところに掲げてありました。で、中に入っていきますと、健康な体になるようにですとかね、なんだろうな、いろいろ願い事が書いてありますけど、この真ん中から右側にあります大きな文字、二文字、復縁。この復縁っていうのがいいですよね。すごいあの気持ちが伝わってまいります。どちらをご覧になってるんですか。横には車が映ってますよ。鍋様じゃない、バス237鍋っちのヌード公開。何を見てるかと言いますと、まあちょっとぼーっとね、景色を見ていたという形ですね。はい。鍋っちのヌード公開したらですね、一発でこの企画終わっちゃいますからね。はい。すんごい汚いんです僕は。はい。復縁ってでしょ、すごい面白いですよね。その右側にはあのハートマークがいっぱいあってね、おそらくカップル2人で書いたなっていうのが、見受けられます。こんなのもあります。このね、この裸電球っていうんですか、これがまた雰囲気を出してていいですよね。で、橋を渡り終えて反対側から見ますとこんな感じです。もう本当に絵馬がずらーっとかけられております。その数、そうですね、1000近くはあるんじゃないでしょうかね。常磐特快さん、復縁という大きい願い結婚でございますね。まあその前になぜ別れてしまわれたというところなんですけどね。強い思いで頑張っていただきたいと思いますね。アイリンさん、昭和レトロですね。そうなんですよね。昭和、ひょっとしたら大正レトロにも通じるところがあるかもしれません。マックンさん、復縁より僕は宝庇本線の伏線化希望。右に同じ。はい。なんだったら鹿児島本線、上熊本駅も巻き込んでですね、熊本環状線を作ってもらいたいなという思いは僕だけでしょうか。まあ人口減少時代に入りますからね、そんなのはいらないっていう、一周されそうな気もしますよね。はい。まあその杖立温泉周辺はですね、こういったこの小道もあったりですね、とっても風情のあるいいところなんです。マチャミンさん、こんばんは、遅くなってごめんなさい。木曜日の、予選会で歌の練習中です。曲はわかんないわかんないけど、なんかジプシーって聞いたことがありますね。ジプシーキングスとは違いますね。はい。まあ、こういうね、路地があってとっても風情のある杖立温泉界隈、こんなね大神宮もなんかあったりしてね、いいですよね。この古めかしい毎日新聞の看板、いいじゃないですか。いい感じの路地ということで、ありがとうございます。ぜひ皆さんも小国お立ち寄りの際ですね、この杖立温泉にもぜひ、ね、全国的にも有名になりましたけども、まあ、この川の、ね、真ん中両岸に5月になりますと、そうです、もうものすごいたくさんの、鯉のぼりが泳ぎますのでね、こちらもぜひぜひ楽しみに、5月になったら、まあ、駐車場がかなり混み合いますけれどもね、お越しいただければなというふうに思います。 LC さん、鍋っちさん、こんばんは。熊本は大変楽しかった。よかったです、ありがとうございます。もう熊本来ていただきまして、ご挨拶することもできず大変申し訳ございませんでした。さあ、というわけでいかがでしたでしょうか。杖立の景色、
まあ、あのこれ、後で時間ができましたらですね、あの Facebook の方にもアルバムという形でねアップしていこうかなというふうに思っております。カー23の Facebook ページまだアップしておりませんが、暇ができたらこの配信の終わった後に時間ができればこちらのね、お送りしようかなというふうに思っておりますので、ぜひぜひ今のうちに Facebook ページチェックしておいてくださいね。はい、というわけでナベチカツ3ニュース、もうこれだけで26分経過しました。大変失礼いたしました。はい、ではそろそろ参りましょうか。ナベチカツ3、今日のテーマです。いよいよやっと本編に入りますね。36人の皆さん大変お待たせいたしました。今日のテーマこちらです。宮崎初上陸、ダブルループ橋でエビの絵。はい、なぜここだけエコーをかけたかよくわかりませんけれども、では、今回もご多分に漏れず皆さんにマップをお配りしようかななんて思っております。ナベッチさん、小島、4つ目あります。 ありがとうございます。ちょっと読めなかったごめんなさい。はい、ジプシーでなんか聞いたことがありますね。では今回のマップです。こちら、とってもあの寂しい感じの、マップになっておりますが、それもそのはずです。あの山間部でございますので、こういう景色になるんですね。では皆さんにいつものようにマップをお配りいたします。こちらをどうぞお受け取りくださいね。はい、今回も Google マップでルートをご紹介し出します。スタート地点はですね、人吉市の、ま、人吉とそのお隣の何だっけ何村か忘れちゃった、山江村だ、そう、山江村とのちょうど境目付近にあります人吉インターチェンジ、ここがスタート地点です。でここからスタートしまして、一般道を通ってエビノに行くわけなんですけれども、途中2箇所ぐらい寄り道をします。寄り道をした結果、ちょうどそうですね、今回の動画なんですけども、59分35秒となっております。ぜひこちらも、楽しみに、ね、ご覧いただきたいと思いますね。すみのりさん、小島なんとかさんを、もうなんとかさんって言っちゃってますね。あ、井上さんこんばんは、ようこそお越しくださいました。なんとか読めました。ようつべ見たら M ステの映像なのでほぼ見ていると。あ、そうなんですね。はい、格闘越え、学生時代よく走った、そう、あの先週動画を流した時にですね、サイバさん反応されてましたけども、格闘越えということでね、まあ当時はまだ、おそらく九州自動車道がこの人吉と海老野の間はできてなかったということもあってですね、その格闘越えをされてたんじゃないかなというふうに思います。懐かしい思いに浸っていただければというふうに思いますね。では23時29分です。そろそろ行かないとね、途中までの方は本当にもうまだかまだかっていう話を、されると思いますので、参りたいと思います。では参りましょう。ナベチカー23、今回は人吉市鬼木町、九州自動車道の人吉インターチェンジからのスタートです。ではごゆっくりとどうぞ。どうぞ。はい、ETC の1150円利用しましたの声とともにスタートしました。九州自動車道人吉インターチェンジを降りたところです。小島みちるさんって言うんですね。松葉センターから1150円で来ることができました。末っていう字と、さあ今回はチルっていう字もみちるっていうんですね。ダブルループ橋でなかなかエビの絵というと味のあるネーミング、この人吉を出ましてエビの方面に向かいたいと思います。あえてこのね、九州道を通らずに一般道で行くというですね、あれいつの間にか格闘駅がなくなってる、海老野駅がそうかな、どうなんでしょうかね。格闘駅って僕聞いたことがないですね。左側が相良方面、そして湯前方面です。人吉インターを出ました。出るとすぐ左側にエネオスがあります。もっと左側にはですね、ブックミスミっていうですね、まあツタヤの系列の、この辺りのレンタルビデオショップがあります。月相宮崎侵略と聞いて侵略はしません。最近 ETC の料金読みが、0円ですが続いている北鹿、ああそうですね、あの東北道ですからね。
末ではなくて、あ、そうだ、身だ、ごめんなさい、そうだ、上の方が短かったですね、失礼いたしました。右側が山江村役場方面、同じく人吉インター線県道54号線です。40人突破です、ありがとうございます。現在42人の皆さんがご覧いただいております。鍋地カーズ3、今夜は宮崎初上陸、ダブルループ橋でエビの絵をテーマにお送りします。前の夜にカーズ3史上最高視聴者数を記録しました。本当にありがとうございました。収録日は2月8日です。先週の、違う、先々週か、先々週の水曜日でした。プラレールさんへ、メンションですね。1990年に海老野駅に改称さ、あ、そうなんだ、それまでは格闘駅だったんですね。ミルさん、北吉田、伊佐市にいた頃よく行きました。あ、伊佐からよく来られたんだ、なるほど。確かにその国道で伊佐方面に抜けるのはありますよね。格闘から海老野は、国鉄末期だったはず。あ、そうなんですね。ということは昭和60年代ぐらいっていうところでしょうかね。前方の踏切はこれは熊川鉄道ですね。そして肥薩線も同じ鉄道です。よく見ると確かに伏線のように見えるんですが、両線路が使っているため伏線のように見えるだけっていうですね。線路が2つあります。今のところ普通通りです。普通通り、人吉は肥薩線で通ったような、そうでないような、どうでしょうかね。配信で言われて気づくメンションから、よかったよかった。人吉くまはひな祭りということで、確か2月29日まで人吉くま一帯でですね、行われております。そのメイン会場の横を今日の配信の中で通ります。立ち寄りはしませんが、伊佐市といえば伊佐大泉か伊佐錦でいいんですかね。この区間は単線並列です、ですよね。そうなんです、これはあの伏線ではなくて単線並列なんですね。左側は人吉沖通りという、ね、坂本人吉線、この橋の手前左側と橋の奥右側です。すぐに人吉市道に戻ります。まず最初の立ち寄りはですね、この後次の交差点かな、右に曲がったところです。小島みちるさんは宝田明さんのお嬢さん、あ、女性の方なんだ失礼しました。国道でもないんですけれども、勝手にこの文字の配列だけ見ると男性かなと思ってしまう。なかなかお嬢さんですね。人吉相良藩、願城、願城寺でいいのかな。肥薩線の旅してみたいにゃ。1時間にもう本、あ、じゃあ1日に数本しかないんですよね。伊佐米もありますよ、日の光。なるほど、伊佐大仙って言うんですね。両方とも美味しい芋焼酎です。くー、プラレルさん、その録音を配信してください。ダメかな。はい、右に曲がりました。前方に見えてきましたのは人吉駅です。そう、大人の感じがしますね。やっぱこの電線が地中化されるってやっぱいいですよね。とってもなんかすっきりして空が広く見えて景色が映えますよね。男性のミチルはイルカに乗った少年だな。ジョー・ミチルさん、熊川鉄道の車両がちらほら見えますね。 JR の人吉駅、このピンクの上りは先ほど言いました人吉熊はひな祭り、この PR のものです。古めかしいデザインがなかなか土幻化するためにこそ、ようこそ。はい、ロータリーを回りまして水戸岡駅舎、あ、これも水戸岡さんのデザインなんですね。ところで鮎寿司ストリーム、今回もないんですよ。ございません。ドライブ番組なのに駅前によるなべちに敬礼、ありがとうございます。とっても気持ちいい、僕もまだ1回しか行ったことがなかったんでですね、人吉駅は。秋田新幹線も単線並列、なるほど。この辺りが密集してますね。え、あれ伏線じゃないんだ。探してみます。最初からミュージシャンに徹する覚悟を語ったのが印象的だ。へー、ここまで変わると。ここがサキさんが降り立った人吉停車場。ああ、そうだったんですね。僕その回は見てなかったんですよね。人吉駅を出ました。ちょうど真後ろに人吉駅があります。
そして熊川です。ガタンときます。人吉橋という橋です。これが人吉橋です。真下が熊川です。綺麗に新しくなっています。音きた。人吉駅は SL の走行開始に合わせて改装されまんた。そっか、そういえば人吉駅前にはなんかあのカラクリ時計が昔ありましたよね。もうそれ撤去されてるんですかね。電柱や電線は昭和の文化だと言ってみる。まあ、うん、意見には個人差ありますね。ハオライラーメンジルル。左側が人吉市役所方面です。右側が英国寺です。人吉城跡、そして人吉市役所があります。路面の状態が悪く、かなりガタガタ来ております。エイデンスキララさん、熊本でもロケ密やってますか？やってますよ。左側が熊総合庁舎、熊本県の建物です。人吉新聞社がありますね。宝田明さんも確か歌手で俳優だったと思いますね。人吉橋は架け替えたばかりですね。あ、そうなんですね。この前 RKK で青い阿蘇神社の読めなかったインタビューを聞いてました。 SL 人吉号乗ってみたいなんですよね。三ロードといっても新市街ではありません。この人吉熊地域には三ロードというお店があるんですね。まあ、大型のスーパーですね。幽霊寺とも言われている英国。あ、そうなんですか。結構ね、敷地面積も大きな広いところなんですけどね。アイリーさん、ローソン。影響で旗が折れてます。風の影響で旗が折れて、落ちておりました。で、僕、今回間違いを犯しまして、ちょっと地図を見れない状況にありましたので、このまま真っすぐ行っちゃったんですけども、そっちに行きますと、さっきのミールさんの元地元であるその伊佐ですとかね、そっちの方面に抜ける267号線です。左に曲がるためにですね、今ちょっと映像がちょろっと変わりましたけれども、戻ってこっちにまた同じ道を行ったというかですね。219号線に左折です。エーデンキララさん、日ごラーメン一麺や豚骨ラーメン、夜7時までコーヒー飲み放題。おお、コーヒー飲み放題すごいですね。左側にモナコパレスがあるんですね。右側にはコア21。電柱電線に止まる小鳥にほっこり、いいですよね。いい風景です。人吉駅前のからくり時計は移動しました。あ、移動されたんだ。あ、今日はちなみに綾鷹を飲ませていただいております。ゴンネギと読みます。ありがとうございます。右側が川上哲治球場、古くからの野球ファンの皆さんはご存知ですよね。巨人の選手です。セブンイレブン、いい気分。219号線、今日は見覚えのある道。この道路実は宮崎市219号線ですけども、そこには行きません。今回は合計視聴数が90まで来ました。ありがとうございます。さあ、前方高架橋が見えてまいりましたけれども、あれが九州自動車道です。戦前の木製電柱とカオスな電線に燃え、熊電の沿線はいっぱいあります。ここは九州自動車道です。はい、人吉仮出入口跡です。皆さん覚えてらっしゃいますかね。人吉本線っていう、はい、インフォメーション入ります。九州道人吉海老野間が未開通に設置されていた人吉仮出口跡なんですけれども、開通により役目を終えまして、現在は高速のバス停が残るのみとなっております。本物にはニコリがある。ああそういうことですね。僕は三丁目の電柱です。雨の日風の日、街角に立ち、いつも見てます、眺めてます。ミルさんがプロポーズされた道。あ、そうなんですか。光の列車を、RKK で毎日放送制作の、深夜アニメやってましたが、復活しないものですかね。よそ者が言うのもなんですが、今後は BSTBS でもネットするようです。おお、今後変わっていくんじゃないですかね。地上波はもう地元だけで、 BS で全国ものを全部やるっていう、そういう方向に変わっていくんじゃないかなって、僕個人的にはまあいろいろとそんなことはないよって言われるかもしれませんが、長い目で見るとそうなるのかもしれません。人吉本線日本海、違いますよ。この番組はコカ・コーラの提供でお送りしたいな。送りできたらすごいことになりますよね。イオンがあるんですよね。イオンあったかな。ありますね。ウィキペディアによりますと、宝田明さんの歌手活動の、あ、なかった。あ、そっか。
なんか歌ってるイメージありますけどね。実は今日ここに来るまでの道中もですね、プロポーズされた道ではない、市内もちらちら雪が舞っていましたし、高速道路の途中もですね、小雪がさあっていう感じで失礼しました。福山ファンの皆さん失礼いたしました。人吉本線残してくれると上熊中熊方面便利だったのにな、スマート IC で。そうですよね、できればいいんですが、ちょうどいいところにあるんですよね。これね、サンクスとそしてモービル、あ、不良主婦ミキさん、ようこそお越しくださいました。ドライブ中ですか？そうですよ、ドライブ中です。どうぞどうぞお立ち寄りください。ちなみに3丁目の電柱の歌です。あ、 YouTube ありがとうございます。洗車機2台、なかなか大きい、ね、この収録日2月8日なんですけれども、この人吉にやってくるまでの道中もですね、ちょっとたまに雪がちらほら降っていたりということです。さあ、その右側が人吉クラフトパーク、人吉熊はひな祭りのメイン会場、この右側には広い公園といいますか施設がありましてですね、それがちょっと全く取れてないというのは残念な感じがします。マチャミさん、今夜の配信の宮崎で私は道に迷いましたが、親切なおまわりさんに出会ってパトカーで送ってくださった素敵な思い出の場所です。なんかあの韓国の受験生みたいなエピソードですね小雪違い、そうです。さあ、219号はこのまままっすぐ行きますけれども、ここから右に曲がります。いよいよループ橋のある国道に入ります。これが221号線です。エデンキララさん、 RKK は地方局としては自社制作に力を入れているようです、ね、まあ、特にラジオは顕著ですね、その感じがね。あともう少しで、あ、今ちょうど合計視聴数100人です。ありがとうございます。45人です。左側がサンロードシティ、さっきあのイオンがありますよねっていう、そのイオンはここにあります。ありがとうございます。合計視聴数100人突破です。あのちょうど熊郡錦町からまた人吉市に境界を越えて入ってくるところですね。平成の大合併によりまして人吉市もちょっと大きくなりました。熊城中、先月飲みたいな大和田信也さんのモノマネでした。これあの全国の皆さんご存知ですかね。先月飲みたいな、あなたと、あなたと飲みたいな、あ、これも大田信也さんです。さあ、前方トラックがいます。ちょっと、収録上あまり好ましくはないですね。熊本で大きいホールってどこかありますか？それは実はですね、あんまりないんです、大きいのが。ですので、まあ創業大学市民ホールだったり県立劇場だったり、そのあたりが大きい方になるんでしょうね、熊本で言えば。この水位から察するに小野ぬめにはなっていないのだな、うん、ぽいですね。でもそれでも46人の皆さんがご覧いただいているっていうのは本当に嬉しいことです。ありがとうございます。さあ、進路を南に変えております。2台先にはトラックがいます。ちょっとカーブしてますね。グランメッセが一番大きいかもです。吉本のイベントもそこであるので、まあそうですね、まあ、あれはあのホール、まあ、まあホールっちゃホールですけど、エキシビジョンホールってやつですね。産業展示場ですからね。この夏のスフィアライブが福岡じゃなくて熊本だったらなって思ったりもしました。そうですね、九州の中心ですからね。まあ熊本もその頃には政令指定都市になってますからね。そういう意味では誘致活動もどんどん進むんじゃないでしょうか。あの交通センターの再開発で、まあコンベンションホールっていうことにはなるんですが、大きめの人数をね収容できるものができる予定です。ただコンサートホールではないんだな。熊本城マラソンがある2月19日、実は熊本の場合ちっちゃいのがいくつかポンポンポンってあるぐらいなんですよね。あの鹿児島アリーナとか羨ましいんですよね、そういう意味では。南向きです。直射日光が当たってるわけではないんですけども、ちょっとねたまに暗くなることがございます。大変失礼いたしました。さあ、まもなく
寄り道です。さあちょっと寄り道をしたいと思います。この信号を越えてちょっと下りになってるんですけど、ここを右に入っていきます。これは一通ではありませんのでご安心ください。国道221号線からちょっと寄り道です。46、7人の皆さんがご覧いただいております。ナベッチカーズ3、今日は宮崎初上陸ダブルループ橋でエビの絵と、その前に寄り道ストリームでございます。で、あまり地図を見ずに行ってしまったためにですね、実はこの後このカーズ3で3回目ぐらいになりますかね、コースアウトでございます。前方に見えるのが国道221号線です。道を間違えてしまいました。KK ウィングとかアスペクタは、まあそうですね、あれは屋外なんですよね。まあ、KK ウィングであのミスチルのコンサートが開かれた時はちょっと感動しましたけどね。京都も意外に大規模ホールなかったりするんですよね。交通センターにコンベンションホールですと国際会議場も作る、まあそういうことで、国際会議場ではないんですけども、うん、まあそんな感じのを作ります。先月といえば福岡某 AM の艶出し川柳で先月3本セットをもらった値、ざっと10年ぐらい、素晴らしいですね。今 PC から見てるんですが、寝室に行ってスマホで見ます。あ、不良主婦ミキさん、ありがとうございます。グランメッセがおまっせ、全国のイでイオンが発生中、まあそうですね。さあ今日の待ってました、あれ今のところを曲がればよかったんじゃ、まあそれもそうなんですけどね、地図をほとんど見てなかったので、交通センターと県民百貨店はすべて再開発用地になっています。隣の旧産業文化会館と花畑公園挟んで向こう側も交通センターとは別に再開、そうなんです。あの辺りはね、ナベッチアウトそういうことです。ナベッチアウトと言ってみます。ブラリ京愛ロードの旅、ブラリ京愛ロードの旅、おやおや、渡辺さん、コースアウトしてどこへ行くんですかね。失礼いたしました。サイバーさん、ここはとにかく分かりにくい。でしょ？でしょ？ですよね。マチャミンさん、ナベチさん、宮崎は陸続きなのになぜ上陸なんですか。まあ、ちっちゃいことは気にするなって感じですね。はい。古代スムを演じる木村拓哉。今週、反転。フィードバックが検出されました。はい。というわけで、今入っておりますのは熊本県道の189号線ですね、おこば停車場線です。どんどん景色が森になっていく、どんどん景色が森になっていく。前方見えますかね、これは九州自動車道の高架橋です。合計視聴数116人です。ありがとうございます。高架橋を越えますと、まだしばらくはセンターラインのある、それでも結構古めかしい道です。 Google マップで見ると航空写真では集落と道があるのに地図には起こされていない不思議。まあそうですね、まだ道のコンディションはいいですね。さあここからどうなるか、ご想像の通り、予告で登場したあんな道やこんな道が出てまいります。アイリンさん、森になっていく糸用紙、まあ、糸用紙の方は渡辺淳さんですかね。森になっていく糸用紙、おはようございます、渡辺淳です。今日の建物探訪は、師匠さん、この辺りでイノシシを捕まえてボタン鍋ストリーム、あー追罰でそれやればよかったですね。そんなわけにはいかないか、はい、さあちょっと寄り道、一体どこへ寄り道をするのか、もうどこへ寄り道するかはもうね、マップもご覧いただいた皆さんはお分かりですよね。まあ、見なくても分かるという人もこの中には結構いらっしゃるかと思いますけどね。
今さっきの九州道って B&S 宮崎の通り道だったりして、そうです、正解です。このグネグネ具合、ダブルループの付近も元はこんな感じだと思いますよ。旧道はこんな感じだと思います。さあ右に曲がる、これが県道です。間違いありません、こっちです。さらに登っていきます。ちなみに交通センターの規模は縮小されます。熊本駅にもバスターミナルを作るそうなので、市電も限りなく交通センターに近づけるそうな作業です。九州山地があんなにくっきり見えるなんて。今日の建物探訪は熊本県熊本市の渡辺さんのお宅。今日電気屋で渡辺敦さんのアクオス紹介ムービーを見て笑いをこらえるのが大変だったいいじゃないですか、渡辺敦さんとってもいい方ですよね。さあさあ一体どこに向かってるんでしょうか。狭くなります、停車場線ですしね。道合ってるんですか、まあ、そうですよねと思ってしまうぐらいの。森に乗っていく糸用紙ってなんだ、ボロボロ道を通っております。この辺り多分桜ですかね、春になるととっても綺麗なんでしょうね。センターラインが自然緑化にですねなってましたね。いいですか、これ県道です。間違いなく県道です。今1台がなんとか通れるほどの道、うわー綺麗だ。古代進むというとキムタクより山寺宏一、あー山ちゃんですね。さあ道がやばくなってきた、見えますね。でしょ、右側に鳥居があります。さらにだんだん山を登っていっております。この辺カラスが多くてちょっと不気味な感じもします。カラスが多かったんですよね。うわ狭いでしょ、もっと狭く感じる区間があります。だいぶ丘を上がってきた感じがします。この先通行止めだったら最悪ですけどね。梅林の中の県道ストリーム、はいどうだ、道がやばいことになってきた。違うか、やば系のやばです、ね、スリップしたら落ちるな、うんだと思います。山ちゃんは1年間だけですが京都でもラジオやって、あそうなんですね。山寺さんは宮城の出身。さあ開けてまいりました、右側をご覧ください。今日の最初の目的地に到着です。着きました、着きました、ここですね。スイフト耐久レースでしたそういうことですね。もうガタガタです、この辺りすごいな。JR 御子場駅に到着です。木がガードレールになるほどね。御子場駅にはよくクレソンを取りに行きました。あ、え、富山圭さんっていうんですかね、じゃなくて、あ、坂さんありがとうございました。いや許してたなんて、そんな見えますかね。いいんです、見ていただくだけで嬉しいんです。人がいる、何してるんだろう。さあでは2本目の動画です。御子場駅を散策します。御子場ステーション、秘境の駅って感じがしますね。マチャミンさん、県道は〇〇号線、国道は〇〇号が一般的っちゃ一般的ですね。まあ、この加圧樹林の中ではどちらも号線までで統一しております。蒸気機関車用に使われた給水塔跡です。なかなか趣のある、歴史のある。こちら側にはホームがありますね。スイッチバックですね。そうです、こちらのところには御子場と書いてあります。御子場駅はスイッチバックループ線の先に設置された駅です。こっちが何やら煙突から煙が、いいですね、あの雰囲気がいいですよね。御子場駅、私の名刺もあります。あ、そうなんですね。完全にここに降りてどちらに行かれますか的な駅。そうです、薪でも燃やしてるんですかね、なんという風情、いいですよね。なんかちょっとタイムスリップしたような感じですよね。スイッチバックとループ線が現役の施設として共存するのは国内では唯一です。列車は画面左からやってきて再び左へと向けていきます。うん、
煙突から煙がストーブから、そうですね、中の小屋の中にはですね、談笑される地元住民の皆さんがいらっしゃいました。桜の名所としても知られ、春には鉄道ファンのみならずたくさんの人々が集う場所です。おこばと読むんですね。鹿児島本線として開業したので有効長が長いですね。あ、なるほど。もともと鹿児島線だったんですね、これがね。現在は肥薩線と呼ばれております。その煙突から煙が出る風景、この日寒かったんですよ。この煙がね、なんともいい味わいが出ております。スイッチバック駅はやっぱり雰囲気が似ますね。四国のスイッチバック駅も秘境です。おこば駅、2月8日収録なんですが、まだしめ縄が飾ってあります。見える、私にはデゴイチの引く金剛列車が見えるぞ。サイバさんの名刺もあるというこのね、いっぱいもう壁一面ずらっと名刺が貼ってあるんです。沖縄ロケーションさん、素晴らしい番組ですね。ありがとうございます。大変光栄です。熊本のしがないローカルタレントがお送りしておりますナベチカー23、火曜の夜23時にゆるっとドライブということで、あのプチてっちゃんの僕がドライブを楽しむというそういう番組です。よろしくお願いします。名刺の量、これはすごいですね。でしょ、実質蒸気機関車の補給のために作られた駅、集落の位置と関係なく尾根の裏側に設けられたような、そうですね、それが一番ですね。今くまモンがちらりと、おお、すごいでしょ。そしてこの真上に時刻表です。左側が人吉方面、右側が吉松方面、1日に5本ずつしかないんですね。名刺を貼る習慣っていつからなんだろう。大昔行った時にはそんなことはなかったの。あ、そうなんですね。あ、そういえば BS の番組でスイッチバックの駅見たな。大野渓谷ってんですかね、オリッチさん、給水塔の石棺が残ってますね。待て待て待て、ナベッチアウト。しがないと言ってはいけない、ユースト配信、オイラもくまモン飯張りに行こう。あ、ぜひぜひ。だからしがないって自分で言うな。もうこれからは言うたびに罰金を取りましょう。いいじゃないですか。さあ、ホームに上がってまいりました。あの人吉名物のキジウマが、しかも大きなキジウマが3つぐらいポンポンポンと置いてあります。あれですね、味がありますよね、この駅舎ね。校内通路、上下合わせて10本か。車で行かないと待ち時間が10、まあそうですね。この水は飲めません。実はですね、蒸気機関車によるすすを洗い流すための水なんですね。蒸気機関車全盛の時代は、乗組員だけじゃなくてお客さんもみんなここでこの顔を洗っていたという、そういう伝説があるそうです。伝説っていう言い方も変ですけどね。1日5本か。青い、だけなんかへじゃない。まあ、総太郎という大ボスもいるけれど、木島さんが2匹。はい、というわけで3本目に移ります。国鉄っぽい書体にあふれる駅、そうですね。というわけでおこば駅を後にします。というわけで、いかがでしたでしょうか。秘境の中の駅といった感じ。おこば駅を後にします。噴水、噴水というよりも なんていうんですかね、まあ湧き水じゃないですけど、死なないローカルタレント。嘘不老長寿ってやつですか。0時を回りました。2月22日水曜日です。ご覧ください、そうですね、東方面といったところですね。下の方にさっきの九州自動車道の高架橋が見えます。おこば駅は梅の花が咲く時期に行くとまた風情があります。あ、そっか、さっき見えたのはこれ梅の花なんだ。
この辺りのね、あ、綺麗でしょうね。春先に行くとじゃあこれね、また素晴らしい景色を見ることができるんじゃないでしょうか。いい景色だわ。ですよね。奥の方には九州山地、山の上の方には雪をいただいているところもありますね。黒帯さん、肥薩三線各駅は、車で行った方が地獄です。地図で見る感覚に騙されちゃダメ。そうなんだ。ちゃんとした駅舎を持つ駅があるとは思えないところだにゃ。まさに秘境駅、いいもの見せてもらってありがとうございます。それでは一足お先にお休み。 ありがとうございました。ご覧いただきまして。滝口純平さんで、ぶらり境外ロードの旅。おやおや、あとさんどこ行くんですかね。なんだかな。失礼しました。はい、0時を回りました。合計視聴数は現在129人の皆さんです。45人の皆さんご覧いただいております。ありがとうございます。コーヒーニックさん、2並びの日ですね。2月22日2時22分と22時22分があるぞ。 Facebook でシェアさせていただき、ありがとうございます。沖縄ロケーションさんということは沖縄からご覧いただいてるんでしょうか。ありがとうございます。沖縄の視聴者さんは初めてかもしれませんね。そういう意味ではありがとうございます。シェアしていただいて大変嬉しい限りでございます。今回が38回目です。早いですね。去年6月に始めたんですけども、もう38回目です。まだ小林駅は車で行きやすいんですね。本数少なくても列車待った方が良さそうですね。伊三郎新平だと、駅を散策できるくらい列車時間があるので、列車で各駅下車がおすすめです。おお、なるほど。ちゃんとその散策する時間を設けてくれるんですね。 Facebook でメッセさせていただきました。ありがとうございます。光栄です。さあ、走ってきたこのおこば停車場線を戻っております。また国道221号線に戻ります。今年の夏は沖縄ロケ観光したらマイルが貯まったらね、 T ポイントが貯まって、マイルに変えられるほどの数になればそうしたいと思いますよね。戻っております。渡辺さん、かなり素敵な声。また今日のテーマループ橋に一個も差し掛かっておりません。はい、ありがとうございます。2月22日は猫の日なんですよ。そうなんや。バカですね。もう僕ってバカです。本当にバカです。あとおかい、なんだかな、こんなところに駅があってもしょうがないんじゃないかな。まあ、うん、だと思いますけどね。まあ、あのさっきはあのね、サイバーさんからツイートしていただいたように、その蒸気機関車のために、乗客です、山登りのために設けられた駅っていう考え方が一番いいんじゃないでしょうかね。だから今年の夏は58号だと鹿児島を出発してね、船に乗ってね、船に乗って何十時間かかるんだろうか、怖いな。だからその奄美各諸島を巡って沖縄に行くわけですよね。相当お金かかりますよ。時間もかかるし。沖縄上陸はいつになるんですかね。いつになるんでしょうかね。まあそれだけの余裕ができたら行きたいと思っております。でも、うん、いつか行きたいなとは思いますね。おこば停車場線を戻っております。国道221号線に戻るべく進んでおります。いつの日か隼人の風、伊三郎新平を取材して配信のネタにしたいと思う。洋介バリスタさんね、福岡鹿児島ですか。ぜひ配信の俺にはガンガン宣伝をお願いします。海上国道、そうですね。泳ぐんでしょ。違う、あのそこらの海の生物に食われて僕は死んでしまいます。それこそ死がない、死んでしまうローカルタレントになりますね。そのためにも目指せ九州区タレント。九州区タレントはまあ大体ドームに出てる皆さん方っていう考え方でいいんですかね。いや、今年の8月は国道10号線縦断に期待。どうでしょうか。東北へはいつから。まあいつか行けたらいいんですけどね。アズニャン、カー23にようこそニャン。カー23にようこそニャン。
おっさんがやっても全然可愛くないんですけどね。人吉くまはさっきコースアウトしたところに戻ります。夏29日まで開催中です。京都か、まあ、九州の小京都と言われているのがこの人吉なんですよね。水陸両用スイフト、どんなんやねん。ワッチャー、さあ今ワッチャーと言いましたけれども、そうです、ダンプカー、巨大ダンプカーが目の前にドーン。可能な限り車間距離を空けることにしました。221号線です。路面凍結、たまにあんかと思った。あ、まあ、たまにあんぞ、ね、ありましたけど、これおそらくですね、今度バーチャルカーズ3で仮想スイフトを海外に持っていこうとか、あ、よろしくお願いします。まだ若いくせにおっさんとか言って、あのね、今年3月で29で来年3月で30、とうとうみそじなんですよ。あの RKK が今年プレ60周年でしょ。でラベッチがね、今年プレ30周年なんですよ。いわゆるプレみそじってやつですね。あのだんだんね、あの今くしゃみしてますけど、いろんなものが我慢できなくなってきたんですよ。最近になってね、トイレがえらい近くなったりとかね、このくしゃみが我慢できなかったりとかですからね、前方にさっきも本当になんかおっさんだなって思うようになってきましたね。効果が見えます。ケインダンプ珍しいな。まずは鹿児島から侵略しないか、まあ、鹿児島行きますよ今年は確実に。これは車にナベチカーズ3収録中と大きい磁石を貼っておいた方が、ああ、やってみようかな今度ね。その影響でまだ若い、まだ若い。ループ橋を、ありがとうございます。通らざるを得なかったという、ね。そう、僕はあの一回だけこの、九州道が通行止めになって、海老野から人吉までこの道を通って帰ったことがありました。今回はその逆です。その時は大渋滞です。海老野方面に向かっております。ゴブレスユー車の鍋地さんへ。ゴッブレスユー、あ、ゴッドブレスユーか、そうかそうか、5キロです。 God bless you ですね。 God bless you、 はい、失礼しました。安全運転の見本並みの車間距離、うん、あの配信上ね、景色が見えなくなったらいけませんからね。あのちゃんと後ろには全然車いなかったので、ゆっくりと車間距離を空けてバーガー収録させていただきます。この辺りあの九州道は危険物積載車両が通行できなくなってますので、大型トラックなどがいっぱいこの一般道の方に流れてるわけです。ダンプが遅いのも我慢できなくてめかしちゃったりして、大丈夫です、それはしませんよ。京都か千葉にはいつ上陸ですかね。どうでしょう。九州道昔は片側2車線で、あ、片側1車線だったんです。今は2車線です。これは慣れない車がゾロゾロ来ると混みそうだな、うん、だと思います。レストラン赤い屋根通過なんでしょうか。合計視聴数が150人突破です。ありがとうございます。カーブが続いております。ちょっとずつこう登ってる感じがしますね。48人、お、50いくか。今日はおぬぬめにも乗っていないはずです。ですがこれだけたくさんの皆さんがご覧いただいているのはちょっと本当に嬉しいですね。今日初めてご覧いただいている方もいらっしゃるようですね。本当にありがとうございます。あのこの番組の趣旨としては火曜の夜23時にゆるっとドライブ、この僕の顔の右側にありますカー23だけこう赤くなってますけども、カーは車の意味もありますし火曜日の意味もあります。23は23時ってことですね。ぜひカー23で覚えていただきたいと思います。ムイカさん、打ち間違えました、抜かしちゃったりです。分かってますって。50人突破ありがとうございます。52人の皆さんです。普段はこうやってトラックの運転手さんが仮眠を取る場として疲れてますね。駐車場のところですね。そのトラックこれ荷台がない、荷台がないトラック、東阪車線まだあります。この先にあります。今日のメインのところにあるんですよ。
今夜もエンタメのトップには来てます。あら、エンタメトップ来ちゃった。見よっかな、ちょっと見てみようかな。地図にレストラン赤い屋根って書いてましたよ。さっき右に見えた赤い屋根、あ、それですね。はいはいはい、鍋っちの左側よ。あ、そうだ、僕にとっては右側だったんですよ。そうです、左側です。人吉のループ橋方面に向かっております。前方のダンプとは程よく車間距離を上げ、今日の最高視聴数になってますね。54人の皆さんです。これからの景色をご覧いただこうというふうに思っております。見える、私には今から急激に数字が伸びていくのか。ダメですよ、そんなことはないと思いますよ。少し色は、坂付近に似ている雰囲気はありますね。いろは坂か、少しいろは坂付近に似ている雰囲気、ね、エビの感は、そうですね、それはあると思います。八代エビの感は現物積載車両の通行が禁じられております。そういったこともあって、この辺り大型トラックがいっぱい頻繁に往来しております。あ、今日はトップはバカリズム・ザ・ムービーが問題なく数を増やしてますね。493人がご覧になってるようです。よかったよかった。エンタメ、本当だ、エンタメのトップにいますね。人吉市奥場町、配信しながら自分の番組を見るっていうのは なかなかない感じがしますね。そろそろぐるぐるぐる来るな。そうですよ、もうそろそろ来ますよ。さあ、動画には映っておりませんが左側に見えてきました、ループ橋です。2階建てになってます。このカーブを曲がり切ったところでおそらくその姿をご覧いただけるんじゃないでしょうか。そうです、このカーブをぐるーっといよいよこれからほぼ180度回っていった先にいよいよ人吉ループ橋に差し掛かるわけです。差し掛かります。いろは坂を楽しむにはタクシーで馬返し往復って頼むと、へー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 、古いな。ループといえば新引きだ。お、何でしょうか。鉄道のループ橋なんでしょうか、ね、さあ見えてきました、人吉ループ橋です。巨大な構造物、道路清掃。さあループ橋入った。さあリッジレーサーだったらドリフトでニトロがたまるループ橋が、エンタメのトップに入っているようですね。エンタメトップからこんばんは、なんかスタジオパークからこんにちはみたいな感じなんですけども、56人の皆さんがご覧いただいております。駐車場が設けられてますね。ループ橋でドリフのコントみたいに前のダンプが登りきれずに降りてくるのですよね。それだったらもう大事故ストリームになっちゃいますね。ループブリッジ直訳してみました、直訳ループブリッジ、そうですね、ローリング防止舗装だ。お、千年の森入り口、左側に千年の森入り口があります。ループ2周目、ループ2周目です。さっき見えたあの上の方ですね。ダンプとともにループをぐるぐる、大きな橋の上を、そうです、そして作業中です。ご苦労様です。狭いところにね、寒いでしょうね、本当寒いだと思いますよ。さあ、ここから東阪車線です。221号線人吉のループ橋、頑張って抜きます。まだループ橋続いてます。続いております、東阪車線です。一気に抜かせていただきます。鈴鹿峠もループではありませんが険しいです。若干の剣道なんですね。はい、ループ橋区間終了です。回って回って回って回る、ダダダダダダダ、飛んで飛んで、いいか、はい、失礼しました。東阪車線来た、1号線鈴鹿峠にもループっぽいのがありますね。あ、国道1号か、じゃあ剣道じゃなくて国道なわけですね。はい、この辺りまだ東阪車線続いているようです。スイフト毎日ぐるぐる、3車線分の道
島根県による、ある、奥出雲オロチループの三重ループ橋はなぜかムービーを、ぜひ見てみたいものですね。さあループ橋を越えてもまだ上り、前に車がいないのでスイ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 フトって感じです。回って回って回って回るーぷーちゃ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 飛んで飛んで、いいですね。失礼しました。エンタメトップからコンビニバーマン、エビの12、さあエビのまで12キロです。東阪車線がなくなります。この後見どころといたしましては格闘トンネルに入っていくんですけども、ちょっとレアな映像をご覧いただくことになります。まもなく宮崎県に入りますと、その前に車の列、片側通行って書いてありますね。そうなんです、片側通行、トンネル内の片側通行になっておりましたので、まあ贅沢にも長いトンネルが片側の、しかも反対側の車線を走ることができるというなかなかレアな映像。格闘トンネルに入ります。九州の方ならこの番組の恒例といたしまして、トンネルの中はエコーをかけることにしております。島根県にある、あこれ言ったか、ぐるぐるといえば私はこの歌が浮かんだ、ジャングル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 だよ、このトンネル結構長くてですね、 CM で流れてましたね。飛んで飛んでの歌の曲名は何でしたっけ、無双馬、まだまだ長い長い、そんなタイトルだったと思いますよ。宮崎プリフェクチャー、この後です。左側に片側交互通行になってまして、さあ宮崎県突入です。はい、ここから宮崎プリフェクチャーです。これはレアですね。いつだってスペシャル、くるくるミラクル、いい子なべつやブリブリや走るというそうなんですか、とってもレアな。最近県道解消にループが多用されるような傾向。あ、そうなんですね。これでもだいぶ前からこの道はあります。片側通行、北海道のキラボシがハブでウィリーする絵が頭に浮かびます。ピーン、宮崎県に入りました。スイス、フランスの国境のトンネルといってみるか、ドーバー海峡、壁面がライトを反射して幻想的ですね。本当そぎゃんですね、タイルになってますね。なんか風呂に入っているように聞こえます。またどうぞ熊本へ。イノシシ登場かと思ったのに。レア映像は反対車線を走るという、まるで片側2車線の工事中につきような感じに見えるという、そんなレア映像だったです。まさかの逆走で宮崎たちに、そうですね、はい、無双馬の、あ、そうですね、はい、トンネルを抜けました。宮崎県えびの市です。窓か広し、そうですね、ドーバーは英仏海峡、あ、失礼しました、配信中のトップにも、配信中のトップページに上がってきた、むむむ、えびのの街並みが今見えました。配信中のさあこれから今日のテーマのループ橋の2つ目、別府の県道の県道解消にもあっさりループ設置でこなしました。こちらからも見えてます、あ、内からも見えて、あ、そうなんですね。宮崎は民放二極地帯なのが、うん、そうですね、それはありますね。配信中、僕の方ではバカリズムザムービーがトップに入ってますね。トンネルを抜けると、トンネルを抜けるとそこは宮崎だった。不良主婦ミキさん、明日朝6時50分にその素敵な声で起こしてください。素敵な声で起こせればいいんですけどね。あの、僕の声は軒並み眠くなるっていう感じがしますけどね。再びぐるぐる、そうです、今度は海老の川のループ橋に入っていきます。合計視聴数200人突破です、ありがとうございます。
マリオカート64のおまけモードだと高速道路を走る車の流れに逆らって走るステージがあって、クラッシュの嵐、あーなんか見たような気がしますね。それね、木村拓哉演じる古代進むエンジンブレーキ作動、失礼しました。はい、反対車線が今は同伴車線ができておりますね。50人前後の皆さんが引き続きご覧いただいております、ナベチカー23。今回は宮崎初上陸ということで、ダブルループ橋でエビの絵ということになっております。第3のところで収録して MP3 配信するといいかも。目覚ましボイス、標高の高いところから目覚ましボイス、降りていっております。おはよう、起きてください、目覚ましテレビ始まるよ。今日は天気がいいので、違うか、それ番組が違います。市街地もさあ、エビのループ橋に入りました。くっきりと見えております。前方が、前方はあれ霧島ですかね。霧島ですね。新萌え岳もあの中にあるんじゃないでしょうかね。新萌え岳現在どうなんですかね。あの東日本大震災だとか、そのニュースでね、かなり書き消されていて、もう忘れてしまっている方も多いんじゃないでしょうかね。新萌え岳またね、あの活発にならないことを祈りつつ。雲海トンネル、いいですね。雲海トンネルです。雲海トンネル、それ欲しい。目覚ましボイス、おはよう、起きてくださいなんで女の子になるのかよくわかりませんけどね。海上自衛隊のアンテナ、ほう、雲海トンネル、いいですよね。ダブルループって2箇所あるっていう意味なので、2周することがダブルというか、そうなんです。エビのループ橋です。聞こえる聞こえる、タイヤが効いている音がと言ってみます、ね、さあもう一回トンネルを抜けました、くぐっていきます。そうそう、無双花窓かひろしさんでしたね。隣の人間国葬さんです。次は官房トンネル、官房トンネルです。目覚ましの声、朝一番に糸用紙、目覚ましボイス収録して売ろうか売っちゃうんだ。右手にじゃあその印税ください。そば焼酎雲海、そうですね、ありますね。ここでニトロ満タンでループ橋明けでトリプルニトロ発動、すごいこと言いますね。朝一番に糸用紙ながらもこの、ね、山のトンネルを抜けていくという、エビのインターまでの今ね、距離表示がありました。もうずっとここからは下りです。こんなところに18禁の自動販売機、 DVD の自動販売機がありました。買う買う、マジですか。54人の皆さんご覧いただいております、ナベチカーズ3、合計視聴数も217人ですね。ありがとうございます。さあどんどん下ってるのはいいんですけど、合計視聴数がまたちょこちょこ動き出しました。関西ローカル放送ですね、見てますということですね。新萌え岳が噴火したとき、日報線の都の城あたりは真っ白ならぬ真っ灰色と言ってるんですかね、真っ灰色、お高いですよ。そうか、もう普段はもうお高いところで、なんと198,000円。さあ大丈夫、収益はカー23のガソリン代になります。すぐ消えちゃうってことですね。1500m って次えらい先の案内板ですね。 1500m 先、左側が宮崎市内、右側の方が海老の方面です。山椒茶屋、あ、なんか田舎にありがちな風景ですね。田舎にありがちな風景、山椒茶屋を通過していきました。前方に見えるのが霧島連山、新萌え岳はあの中のどれなんでしょうかね。今回はカーツ3、38回目にして初の宮崎上陸です。アクセル踏んでおりません。本当に快適です。木材を飛んだトラックが今ましたね。さあどん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 下っていきます。もうそろそろ集落が見えてくるんじゃないでしょうかね。集落だったり町並みだったり、エビの盆地っていうんですかね。
小林方面左側、右側が水俣、鹿児島、大口。現在トップの番組まもなく終了っぽいです。この番組をまもなく本編終了です。分割払いで分割払い。しかもこの金利手数料、なんとこのジャポネットが負担、ジャポネットって言っちゃいましたね、サイバーさんの負担になってしまいますね。映像で見ても下ってるのが分かるって相当な、そうですね、結構スピード出てましたよね、ぐるんぐるんいってました。バカリズム終了。 HV だったら フル充電できそうな下り坂、そうですね、バカリズム止まった、むむむ、エラー一気に下りましたな、そうですね、一気に下りました。さあ52人の皆さんです。エビの盆地に降りてまいりました。国道268号線に入りました。現在268号線です。何でしょうか、南九州方面はもう片側交互通行というのがトレンドなんでしょうかね。橋のなんかね、補修工事をやってたんでしょうかね。55人の皆さん引き続きご覧いただいております。鍋地カーズ3です。鹿児島県の薩摩仙台市でもおなじみの仙台ですね。年度末だからあちこちで工事、なるほどね。下り最速のスイフト。左側が県道30号線 JR 海老野駅方面です。住之さん、隣の人間国宝さんが関西ローカル放送だとご存知なのは関西の方ですか、話題が合うと嬉しい。あ、ここでね、出会いがあるといいですね。56人の皆さんです。片側通行、本当そうですね、多かったですこの時は。さあというわけで、まもなく今日のゴール地点に到着でございます。さあというわけで、今回のカーズ3はこの海老野インター、ここをもって終了でございます。このまんま熊本に帰ります。ナイスアイディア。はい、というわけで水俣伊佐方面は268号線まっすぐ行っていただくといけるんですけども、海老野インターに入っていきます。琵琶湖のほとり在住です。なるほど、またも ETC レーンです。ようやく落ち着いた道に通行できます。何、寿司も食べずにトンボ帰りか。そうなんです、工事は計画的に。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。マチャミンさん、今夜の配信を児玉清さんは見ていないのですか。声が聞こえないですね。参りました、大事な大事なアタックチャンス。はい、海老野は結構早めにひらがなの地名を取り入れたことでも有名ですね。いわきなんかと同じ時代の、あ、そうなんですね。最近ではね、埼玉がね、やってますし、あと南アルプス市、カタカナを入れたっていうのもね、出てまいりましたよね。ドライブ楽しかったです。眠くなってきたのでおやすみなさい。また、あ、不良主婦ミキさんありがとうございました。一気に人吉熊川下りですね。隣の人間国宝さん、 YouTube で林社長の回を見たことある。各社一斉にスタート。途中おこばだけ散策という素晴らしい観光素晴らしいですかね。ありがとうございます。はい、というわけで、途中からご覧の皆さんもこんばんは。改めましてこんばんは、なべっちと申します。熊本のピーローカルタレント、待って、ピーを言ったらですね、アウトって言うんですからね、知らないんだけどな。はい、というわけで、政令指定都市移行まで40と書いてますが、日付変わってもう39になりました。熊本市上熊本からの生配信、なべっちカーズ3です。高速に乗って即帰遊とか、実はですね、この高速に乗って即帰遊、このルートをここだけの話、再来週やります。はい、ということでございました。滋賀あると言ってくださいそうですね、滋賀県出身の方にはね、滋賀の PR になるかもしれない。滋賀ある、滋賀ある、滋賀がある。児玉清さんなんとかよく分かりましたけど、
高速に乗って即帰遊様なんですよね。はい、というわけで今回のルートもう一回振り返ってみましょうか。今回のこちらです、マップでございます。いや、改めて皆さんにマップをお配りしたいと思いますね。今回のルートこちらでございました。プラレルさん、どうしても言いたいらしい。どうしても行ってしまう。はい、247合計視聴数来ておりますね。ありがとうございます。今回のルートはこんなルートで、お届けしてまいりました。人吉インターを降りまして、一旦人吉駅に寄って、そしてぐるーっと人吉市街地を回っていって、で、JR 岡場駅、このスイッチバックとループ橋の一体となった駅ですね。そしてここをまた国道に戻って、そのままずっと南下していったと、こういうルートをお届けしてまいりました。合計視聴数250です。60人突破ありがとうございます。はい、義勇に終わったとか、まあまあね、すいません、あの増え方がまたおかしいですよ。トップ乗っちゃったっぽいですね、これね。71人です。あ、違う、トップじゃない、トップじゃないけどどっか乗ってますね、これね。僕は友達が少ないなら歯がない、ローカルタレントだな。じゃあ歯がないにしとこうかな。はい、じゃあ、歯がないローカルタレント、歯はしっかりやりますけれども、そう、あの年末にですね、僕あの歯を3本抜いてまいりました。ナベッチがお送りしております。79人の皆さんです。麻生太郎、この配信を見たら高速道路が1000円だったらよかったと思うでしょ。失礼いたしました。90人の皆さんです。おかしいですよ、291までバンバン上がってきております。ナベチカズ3、どっかに乗ってますね。おぬぬめからこんばんは。やっぱりね、乗っちゃったか、配信中のおぬぬめでしょうかね。91人です。一気に増えてしまいましたね。あ、僕も確認しました、おぬぬめのライブに乗っております。96人、合計視聴数が310まで来ております。一気に増えてしまいましたね。先ほどからおぬぬめに入っておりますよ。こんばんは、麻生太郎です。バカですね、大変失礼いたしました。104人の皆さんです。配信中のおすすめに上がりました。おすすめのミニ画面に載ってます。ご報告ありがとうございます。というわけでお送りしてまいりましたナベチカツ3、予告のコーナーに入りたいと思います。病院の病室みたいなものですね。死がない、あ、そうか、4はね、縁起が悪いとされますからね。これは良い上り調子、ありがとうございます。おぬぬめの皆さん、あの私熊本のピーなローカルタレント、歯がない渡辺大輔です。歯はいっぱいありますけどね。はい、年末に歯医者さんに行きまして、全く痛くないこの麻酔をしてもらってですね、うまいこと親知らずを3本抜いていただいた。年末年始のこの飲み会シーズンにあえて歯を抜いてもらったというですね、本当に友達がいない男鍋中でございます。はい、ギャオー、わざわざおぬぬめに入って麻生太郎100人突破、今120人まで行ってしまっております。おこばのスイッチバックが通過式になっていない理由が今日の配信でなんとなく理解できましたでしょうか。ほとんど分かんなかったかと思いますけども、理解していただいてありがとうございます。はい、というわけで合計視聴数が間もなく400に達しようとしておりますけれども、ではもう一本は、あ、もう一本はですね、もっと前にもう抜いておりました。ですので、3本残した状態で、2011年年末を迎えていたということなんですね。でももう今全部なくなっております。はい、というわけで127人の皆さん、合計視聴数が400を超えておりますけれども、続いて西ラジと対抗中、まあ、あの謙虚に行きたいと思います。はい、では各種お知らせのコーナーに入りたいと思います。痛みなく麻酔ができるということはうまい歯医者、そうなんですよ、とってもうまいですし、雰囲気のいいところでね、熊本市上通りにあります、まあアーケード沿いのある歯医者さんです。まああんまり、PR しすぎてもいけませんね。はい、では予告のコーナーに参りましょう。こちらです。さあ、明日夜8時からはウィーストリームです。そうです、あの本編の中でも言いましたけれども、2月22日、20時22分22秒を迎えるということですね。そんな時間を
迎えるんだにゃということで、まあ、ちいさんからの報告、あの時何があったのか語れる範囲で語ります。で、実はそして2が並ぶ瞬間はゆるい企画でお待ちしております。どんな企画をやるのか、明日ある企画の第2弾をお送りすることになります。あー、はいはい、ということですね。師匠さん、先月麻酔なしで6本ほど削るご苦労様でした。体操痛かったろうと思います。本当にお疲れ様です。20時だけがなんかあれ、うん、そこがあのウィーストリームっぽくていいじゃないですか。あの22時台はおそらくプラレールさんの配信の中で迎えるんじゃないでしょうかね。22時の、ね、時間帯は通点を避ければ注射は痛くない。あ、そうなんですね。そういうもんなんだ。120人いましたけども、現在106人ぐらいを行ったり来たりしております。はい、大したもんじゃねえなこの配信と思われたんですよね。はい、失礼しました。はい、というわけで、今週の Wii は果たしてオンタイムで見れるか。あのぜひアーカイブもちゃんと残しますので、ね、ご安心ください。はい、マチョミンさん、隣の人間国宝さんは YouTube で東西屋社長さんの回を1回だけ見ただけなんですかね。ナベチカツ3は文句なしに ありがとうございます。そう言っていただいて大変嬉しいございます。田口智郎、親知らずの最後の一本が抜かされた。はい、ありがとうございました。プラレルさん、あ、2位並びは私に配信の最中か。そうなんですよ。すみのりさん、万歳なしよの某企画の現場に迫る。うん、それをちょこっとやって、で、メインはですね、あのウィーストリームで1回やりました罰ゲーム付きのあの企画の第2弾、それこそ2位並びに、ふさわしい配信をしたいなというふうに思っております。コーヒーニックさん、そういえばまだ見たことがなかったウィーストリームあのぜひコーヒーニックさんもこのウィーストリームで検索してご覧ください。アーカイブは今でもしっかりとご覧いただけますからね。あのおぬぬめの皆さんもぜひご覧くださいね。120人前後の皆さんご覧いただくと思います。前回の人生、あ、よくご存知、人生ゲームの回むちゃむちゃ面白かったので楽しみです。そうです、人生ゲームをやります。もうここに書いてはおりませんけど、人生ゲームやります。はい、陽介バリスタさん、明日泊まりカバンに PC 忍ばせていこっかな。どっちみち途中離脱せないいかんのだから、あの無理のない範囲でご視聴くださいね。はい、というわけで明日の Wii ストリームは2月22日20時22分22秒人生ゲーム第2弾でございます。ぜひご覧ください。よろしくお願いします。明日は仕事なのでアーカイブ、あ、ぜひ、あ、ありがとうございます。ぜひご覧くださいませ。はい、続いてです。毎週日曜日、私ナベッチはこの熊本市内から熊本県の北部小国町に1時間30分かけて、通勤しております。で、その FM 小国 76.5MHz、熊本県民の皆さんから言いますと、この大観望より北のところですとなんとか聞こえます。小国町内に入りますとクリアに聞こえます。 FM 小国サンデーユーステーション、日曜午前10時からの生放送をやっております。私ナベッチがパーソナリティ、4時間生放送をやっておりますので、ぜひ皆さんも機会がありましたらお聞きいただきたい。残念ながら現在のところ PC 上ではご覧いただいたりお聞きいただくことはできないんですけれども、まあそれも一つの縁じゃないですか。ぜひ小国においでになって、生ナベッチのサンデーユーステーションお聞きいただければというふうに思います。温泉地として有名な熊本県北部阿蘇郡小国町、道の駅小国ユーステーションの2階特設スタジオからお送りする FM 小国の看板番組、4時間生放送、ぜひ皆さんお聞きくださいませ。よろしくお願いいたします。今度の日曜日は26日ですね、2月26日の日曜午前10時から皆さんのご拝聴を、ご拝聴お待ちしております。それから皆さんからのメッセージもあのサンデーアットマーク fmoguni.com までどんどんお寄せください。漏れなく紹介することになっておりますので、よろしくお願いいたします。パックンさん、黒柳徹子さんみたいに4時間喋りっぱなしの番組、徹子の徹子でございますけれども、今日のお客様は誰もいないんだな。はい、というような話でございますね。師匠さん、温泉に入りながらナベッチの声でしっぽり、あの温泉から生放送というのはなかなか危険がつきまといますからね、それはちょっとしばらくないかもしれませんけれども、まあ、あのスタッフに言っておきます。はい、さあ続いてこちらです。続いてはこの予告に乗るのが初めてなんですけれども、こちら
ノーストリーム、皆さん覚えてらっしゃいますか？去年ノーストリームその第1弾をですね、熊本の、コッコファーム卵庵から第1弾をお送りしたんですけど、その第2弾ついに配信が決定いたしました。日時はその先ほどのサンデーユーステーションの翌週ですね、3月3日土曜日です。3月3日土曜日の正午からノーストリーム第2弾、ナベッチが MC させていただきます。熊本県益城町木山初市会場からの生配信です。活気あふれる会場の模様とともに、地元若手農家に集まっていただき、熊本の農を熱く語っていただきます、語っていただきます。さらに米どころ熊本ならではの特別企画も待っております。こちらもぜひご覧いただきたいと思いますね。あ、ユースバングさんから、PR が入りました。ありがとうございます。100人視聴中ということですね。茨城県日立市からの、常磐特会がフェイント的に応援メッセージを送る、 ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、というわけで、いや、こっちが温泉に、あ、それもいいですね。お聞きなられてる方がラジオ片手に温泉に入る、漏れなく手が疲れるっていうところありますけどね。はい、万願寺温泉の露天風呂とかでいいですね。いいじゃないですか。マチャミンさん、痛くない注射の情報は友達の女性の研修医が言って、あ、そうなんですね。同様組は出演されるんですが、今回はない、さすがにないと思いますけどね。お、今回は自宅から視聴する、あ、よろしくお願いいたします。ぜひご覧くださいませ。はい、おすすめからご覧の皆さんもぜひ、123人の皆さんもぜひ、このノーストリーム3月3日土曜日の正午からの配信です。詳しくはノーストで検索してください。よろしくお願いいたします。現在127人の皆さんですね。今日最高の視聴者数です。128、ありがとうございます。はい、ではお米王子が出演する、あ、そうです、お米王子、ご存知の方いらっしゃいますかね。お米王子、はい、ということでございます。さあ、予告といえば大事な予告が漏れておりますね。先週は瞬間最高220人を数えることができました。ナベッチカーツ3なんですけども、今日も120、さっき9人、あ、130いきました。おすすめとはいえ、こんなところに乗っけていただいてありがとうございます。あ、サイバーさんから今ね、ノーストリームの、ツイートいただいておりますね。3月3日12時からのノーストリーム、ぜひ皆さんも、ご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。では、ナベチカーズ3、来週の予告です。来週ちょっといつもと違った感じでお送りします。来週のカーズ3はこちらです。ご覧いただきました。ということで、来週のナベチカーツ3なんですけども、こちらです。卒業11周年直前スペシャル、西高プラス西回り2-3と題いたしまして、おお、高校生のナベッチかわいかわいいねーですか君キャワウィネーですね。はい、すみのりさん、ナベッチ今昔物語ということですね。あ、エンタメトップとおすすめのダブルトップ、あ、そうなんですね、ありがとうございます。この背景画面からしてナベッチさんと同じビデオソフトを使っているのではないかと推測した自分でございます。そうですか、私の使っているのはコーレルのビデオ、なんだっけ、ビデオスタジオだったかな、なったかと思います。お、今のはあそこだ、ゴニ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 、そうです。皆さんもご存知のあの場所が出てくるかと思います。この間の熊本城マラソンのコースにもなったルート、これがちょこっと入ってまいります。来週
2月28日そうです。ですので、ウルード氏4年に一度の2月29日にまたがる配信ということになりますね。卒業11周年直前スペシャル西高プラス西回り 2-3 をお送りしていきたいと思っております。はい、というわけで、現在と過去が交差するとき物語は始まるのか要はナベッチが俺得企画ってこと、まあそういうことになりますね。当時の彼女がサプライズで出演ですが、まず申し上げておきます。高校時代僕は彼女はできませんでした。残念です。高校時代ね、まあやっちゃいけないですよ。やっちゃね、いけないですけど、制服着て二ケツして二人でね、こうって言いながらこう自転車に乗るのが夢だったんですよ。だからまあ彼女できなかったんで当然それもできなかったわけなんですけども、なんか青春っていいですよね。公園とかでたまたま僕自転車乗ってて、社会人になってからですよ。社会人になって公園の横を通り過ぎて、その公園でふってこうね、公園の方をふってみたら、ベンチの方をふってみたら、ちょうど今キスしようとしてるカップル、うわいいなーと思いながらもちょっとガン見しちゃいけないなと思って ふっとこうね、その風景から目をそらしたんですけども、いいですね。制服姿でこういいないいなっていう感じがしますね。はい、高校時代だけですか、大学もですはい、九州道23連続トンネルさっきの帰り、あそうです、その通りです。ですのでそのまんま、収録2本立て続けにやったということですね。青春時代真っ盛りと行きたかったところで行けない自分でございます、あ、常磐特会さん、現役高校生なんですよね、確かね。福久丹さん、白川沿いならそれできそう。ああ、そっか。そうですね。行動ではしちゃいけませんからね。はい。あれ、西高企画ってチャリの予定だったような気が、いつの間に車に変わった、もしくは自分の、それがこのミソです。西高プラス、西回り2、3。ですので、来週は2本立てということになります。実はですね、このナベッチの自宅から西高まで、自転車で、当時25、6分ぐらいで行きました。結構スピード出てましたけれども、25、6分で行けていました。それなぜかっていうところは、来週のカーツ3で お送りすることになるんですけども、プラス、学校まで行きました。で、せっかくなんで、この機会に、じゃあ西回りバイパスもちょっとやっちゃおうか。なんでかと言いますと、西回りバイパスってそんなに長くないので、それだけを1時間、1時間半の番組でやるには、ちょっと、ボリュームが、足りない、まあ、こういう裏事情もありまして、そんな裏事情を143人の前で言ってるっていうところもありますけれども、それもありましたので、今回はその2本立てで西高プラス西回り 2-3 ということでお送りすることにしました。はい、そう言ってる間に合計視聴数が1080を超えておりますね。ありがとうございます。はい、というわけでリア充爆発しろではなかったそうなんです。歌うたいのバラッドが主題歌の某映画がナベッチの 理想の高校生、そうですね。公園でキスするアベックに、アベックだって。もう最近アベックとか言いませんよ。カップルですね。カップルに古代住む。ハドゥーフー発射。はい、失礼しました。トータル1000人突破できる。オールウェイズラバーズ36さんはじめ、あ、ようこそお越しくださいました。ナベッチカーツ3といいまして、熊本の、ピーなローカルタレント。ナベッチこと渡辺大輔という名前で出ております。ユーストリームの私の今放送中のページに入っていただくと、下の方にですね、下の方に実は僕ウィキペディアにも誰かが作ってくれたんで載ってます。そこもぜひご覧いただくと、あ、この音がこういうやつなのかということがわかりますので、ぜひよろしければそちらも、ご覧いただくと嬉しいななんて思います。6日785さん、これから迎える高校時代。あ、これから迎えるんだ。え、ってことは、今、現役中学生。で、高校受かったばかり。そういうことなんでしょうかね。豪華2本立て。まあ、豪華かどうかわかりませんけれども。ピーということですね。はい、ピーでございます。打ちしげく、ピーということになりますね。はい、プラレルさん、古代スムがだんだんとおすぎかしら。おすぎです。ピークです。失礼しました。はい、155人の皆さん、大変バカな配信をお見せしてしまって大変申し訳ございません。
学生時代にモテないのは私も同じです。若いという字は苦しいという字、若いという字は苦しいという字に似ています。何かの歌詞ですが、と、ね、いうことでございますけれども、まあ、若い時代に、いいですか皆さん、はい、若い時代に苦い思いをいっぱいしなさい。ね、はい、苦い思いをいっぱいした分、辛い思い出が幸せに変わっていきます。いいですか？はい、チューバーク。はい、失礼しました。師匠さん、この前、駅のベンチで、接吻しているカップルに中指を立てしまった30代。いや、そこをね、あ、青春の1ページだと、このね、見てやる余裕が大事だと思いますよ。なんつって。はい。今、宮崎なんですか？海老野のループ橋に行ったんです。あ、ここでですね、配信している場所はこちらです。はい。熊本市、上熊本というですね、熊本市内の中心部から一番近い郊外というと一番いい表現かもしれませんけれども、そこからの生配信を行っております。で、今回は宮崎に行って、収録をしてきたということなんですね。本編が終わった後ということで、この後すぐ終わったらアーカイブアップしますので、よかったらそちらもご覧いただきたいと思います。常磐特会さん、ピーすいません、高校時代はリア充、いいなぁ、羨ましいなぁ。来年高校生です、またうちまた、ああ、よかった。いいなぁ。ぜひ、6日さんね、楽しい高校生活を送っていただきたいと思いますね。ぷくぷくたんさん、しかも一つ上。ということですね。はい。はい、注目を送ってください。ありがとうございました。150人の皆さんご覧いただいております。では、そろそろ終わりにしましょうかね。今日は登場しなかった、この子も、明日また、出てくるかもよ。はい。ということで、明日のウィーストリームにもぜひご期待いただきたいと思います。エンディングなんですけれども、エンディングは爆発、そうですか。エンディングは、ナベチカーズ3。いつもね、50倍速の映像をご覧いただいているんですが、さすがに目が回るということもありますので、今日はちょっと久しぶりに、50倍速はやめて、久しぶりに、せっかくこの146人の皆さんご覧いただいてますから、今日はエンディングは久しぶりに、去年8月1ヶ月間やった国道3号縦断、これのダイジェストをですね、ご覧いただきながらお別れしたいと思います。私はそういうのに全く、Me too。はい。まさかの鍋子フェイント登場ということですね。月曜日のオールナイトニッポンゴールドに武田鉄矢さんが出ていたのを思い出します。あ、そうなんですね。あ、本家が出ていたわけです。はい、いいですか。はい。洋塚バリスタさん、今はヒーリアです。昔からヒーリアです。また来週。違うか。はい。というわけで、最後まで今日もご覧いただいた皆さん、本当に2時間お付き合いいただきましてありがとうございました。おすすめからご覧いただいた皆さんもぜひよろしければ、今後、ごひいきにしていただければというふうに思います。では、そろそろお別れしましょうかね。懐かしいダイジェストということで、緑がない、縁がないんぐですね。はい。はい。共に頑張りましょう。それでは、また来週の火曜23時にお目にかかりたいと思います。来週は、ナベッチカーツ3の、西高卒業11周年直前スペシャル西高プラス西回り23でお目にかかりたいと思います。136人の皆さん、今日もどうもありがとうございました。また来週です。おやすみなさい。遅くしましたが本当にそうです、無茶しております。今日から国道3号線新幹線だとか787系、つまめ北九州の炭鉱だとか、そういったタイミングだ。モノレールが今通過していきました。少しずつありますが、前方行きますと、スペースワールドっていう看板が駅前広場をなんですけどね、ランデージランデージバンドエッジもほんまにもうなっちゅうかな、もう手だとか入らへんで、ほんまにもう数事故も重大な事故も何件も発生していますし、2012年春オープン、一番やりたくなかったね、あー通った
ソニックです。ほら減った、ほら減った、飛ぶ危険性がちょっと薄れるという、それは嬉しいです。そして技術でしょうかね、見たことないでしょうかね、さっきのは佐賀、長崎方面に行ってる車は お前は行けよ本当にもう、ここが高架です。この辺りは上り線と下り線、橋が違うんですね、はい、熊本県山鹿市突入、ヒロです。熊本市内の自宅からとってもいいですね。左側山鹿バスセンターです。花王といっても、あの清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王ではありません。天井どうなることやら、どうだ、ガタンガタン、あー結構いる、落ちたという、なんかあるんじゃないかここは。ここから先は中央通りです。この辺りの風景はなんかニュースで見たような、右側に草津オレンジ鉄道があります。動かしてあるんだ、そんなに長い時間降らないと思いますが、鶴平市まで16キロ、ちょうど文字からはに散歩できますし、メガネも売ってあるし、スーパーマーケット、食料品もありますし、まあこれですね、お肉があるところ、横断歩道の350キロ通過です。やりました、ゴールです。無事終点です。右手に見えますのは西郷ドーンでごわすごわすごわす、熊本に、熊本に帰るぜよ。あ、それ龍馬だ。